香川の皆さん、どうもはじめまして、どうしたグリークラブです。本日は私どもどうしたグリークラブを香川にお招きくださりまして、本当にありがとうございます。ただいま、私どもの同志社大学の大学歌と講演歌であります若草燃えて、我々の持ち歌のレパートリーの一つロシア民謡よりオレーグ校の歌、そして我が大学の校歌でありますカルジソングを、ご披露させていただきました。今夜佐賀青少年センターで私ども100名精一杯歌いますので、どうぞよろしくお願いいたします。うまく調整してください。短い発声、短い時間しかありませんから、うまく自分で調整してください。じゃあまずブレスからいきます。3、と。
拍子いきましょう。うん、右ブレスの3拍子。1、2、3、よくいきましょう。3、2、ミアメリーミアメリーミアメリーミアボーボーメリーミアボーメリーミアボーメリーミアボー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 ボその後ろまでプロレスじゃない、そのパワーあふれるね、あの歌声、そしてエネルギッシュな若さっていうもの、もう本当に僕はもう感激です、感動です。今日の心のテーマがね、あの竹内くんという学生筆者があの私のところにメッセージを送ってくれました。その中にね、合唱とは触れ合い、そして感動である、この言葉を今日のね、あの合唱の今日の演奏会の心のテーマと僕はさせていただいてます。そういう中であのパンフレットにも触れ合い点点点感動というのを随所に入れております。竹内君ありがとう。まあそういうことでございます。それではですね、時間が非常にお切迫しておりまして、早速始めさせていただきたいと存じます。まず最初に歓迎の言葉と申しましょうか、ご挨拶を今日 の実行委員長をしていただいております。しかもグリーの OB でございまして、昭和29年地元は東田川高校ので教鞭を取っておられます。吉田先生に一言お願い申し上げたいと思います。グリーの皆さん、ようこそおめでいただきました。暑い炎天の中を大変ご苦労さんでございます。グリーのメンバーをもうお会いしますと一点で30年は伺いますけれども、実は今から30年前に昭和29年に、第1回の演奏会を当時西田川高校の音楽部で先生だった佐野先生が主催していただきまして、その時にですね、片桐先生が見えて、高輪支部のですね、こういう会、高輪支部の高尾贈呈してもらったんです。それからそのグリーンの演技で交流会の高橋君には発足したわけです。でそれ以降もまた二度と私たちが主催しました。とてもどういうわけか30年間もグリーン高橋に見えなかったんですけども、昨年久しぶりにグリーンを呼びたいということでですね、グリーンが来てくれたら高橋君も数を入れてもらえるだろうということで、お招きしました。暑い中わざわざおいでいただきましたけれども、自分のおもてなしもできず申し訳ないと思っていますけれども、どうぞ今日の音楽会が成功するようにお願いしておきます。それからまた来賓の方々、それから先輩、グリーンの先輩がはるばる遠くからですね、たくさん応援に駆けつけていただいております。それからまた交友会の方々、それから地方クラブの方々も応援に駆けつけていただいております。本当に熱い中ありがとうございました。それでは簡単ですけれども挨拶に返させていただきます。それではですね、簡単になりそうですね、後で主だった来賓の方々並びに応援に駆けつけていただいた方は、始まってからレセプション乾杯始まってからご紹介させていただきたいと思います。そういう中から、今一つ今日おいでいただきました竹内君が指揮者でございまして、松田君でしたですね、幹事長の現役の
グリーンの幹事長増田君に一言ご挨拶いただきます。皆さんはじめまして、本日はこのような我々同志社グリーンクラブに対する歓迎会を開催していただきまして誠にありがとうございます。我々はいつもは京都で歌っておりまして、僕自身も大阪出身で全国各地から部員が集まっておりまして、今日が九州初めてというものも大勢おりまして、本当今日の演奏会を楽しみにしてまいりました。また私どもフレッシュマンと呼んでおります1回戦も4月から入団いたしまして4ヶ月もうこの日のために練習してまいりました。本当に皆今日の演奏会を楽しみにしております。精一杯今夜を歌いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。最後になりましたけれども宮瀬先輩をはじめといたします、田川の先輩方本当にありがとうございました。それではですね、やはり来賓の方だけちょっとご紹介ここでさせていただこうと思います。まず最初に今日ご来賓として列席いただきました佐野はじめ先生、元西田川高校の音楽の先生でございます。そして今室内楽鑑賞会の代表幹事をなさっておられます。田中凡平先生をご紹介申し上げます。先生は古くは三井田川本声合唱団、そして現在田川本声合唱団の指揮者としてご指導に当たられる、そしてまた筑豊、全国の合唱連盟の筑豊支部の支部長をなさっておられます。ものすごい長いキャリアの合唱会の指導者でございます。ご紹介申し上げます。まして OB を今ここで代表していただきましてですね、グリーの OB として下関から駆けつけていただきました横尾、野沢先輩でございます。昭和21年のご卒業でございます。それからですね、我々交友会田川クラブ、昭和33年私ども現役4年の春にこの田川に参りました。その時に結成されたこの田川クラブでございます。その時以来会長あるいは副会長としてずっと我々の面倒を見ていただいております。お隣の町川崎町で町長をなさっておられます原口義弘 先輩でございます。あとはそのうちにまたご紹介するといたしまして、ここで早速乾杯。これ実はですね、学生諸君はこの演奏旅行中アルコールは禁酒でございます。私どもも付き合わされて非常に迷惑しておりますけれども、非常に素行でございますが、手軽なこの軽食パーティーということでお許しいただきたいと思います。それではちょっとその缶をお手元にあります、何でしょうか。コーヒーであるのか、ウーロン茶であるのか、なんかわかりませんけれども、よろしくどうぞ。それではですね、実は遠路東京からただいま今先ほど着いてばっかりでございます。私ども34年卒のグリークラブの学生指揮者でありました市島正蔵君、現在旭化成に勤務いたしておりますが、市島正蔵君に一番遠路から来ていただいたということで乾杯の音をお願い申し上げたいと思います。この田川で指揮をさせていただいた市島でございまして、今日のプログラムの写真にも多分載っているのかいないのか、雪の駅頭で細い送信のバック姿が私でございます。今日はこういうものとかお酒とかいうもののために仕事の苦労もあってこういう体験になり変わりました。で、今日どうしても来るために実は5日仕事をやり終えてですね、さっき終わって12時の飛行機で飛んできたという次第でございまして、田川の皆さん、それからグリークラブの皆さんに応援にやってきたわけでございます。それでは皆さんとご紹介いたします。田川の皆さん、それから同志社グリークラブの全頭を祝して、それから今日の演奏会が九州第一声として無事大きな声で頑張れるように歌いましょう。乾杯。乾杯。ありがとうございました。思い出しました。
苦労しましたよね。ちょっとしばらくの間呼んでやったからね。そうですね、また後ほど今日の司会進行役も参ると思いますので、考えいただきたい。さっきやってた新しいことですよ。だから、母さん、はい。会長であります磯部稔先生が
午後でご挨拶するのが首藤でございますけれども、実はご病気で、村上外科に入院しておられます関係上、副会長であります原口が代わって、ご挨拶申し上げます。皆さん、本日はようこそ同志社ブリュークラブ公演に、川沿い中にも関わりません各も多数ご参加に賜りまして誠にありがとうございました。我が同志社会員一同代表いたしまして厚くお礼申し上げる次第でございます。同志社交友会佐川クラブが誕生いたしましたのは、第2回目のブリークラブ佐川来年の時、昭和31年でありますので、以来坊々34年の歳月がかかったわけでございます。私たちは高祖でございます新島上先生の教えであります両親を手腕に運用する人物たらんと念願しながら、ただいま約20名の佐川同志社の会員は触れ合いを深めながら助け合って暮らしておるところでございます。今回このような企画を立てましたのは、佐川には吉田春樹君とか柳瀬和輝君とか、ある日は最近卒業いたしました河野君というような同志社ブリュークラブの優秀な人材がおりました。そういうことや、また歴史を誇る我が国合唱団の名門として天下にその名が驚いております、同志社ブリークラブの合唱を聞くことによりまして、佐川の文化を向上する一助になればと存じます。同時にまた、我々、同志社の一員でございますので、この日で同志社の花火を打ち上げて、そして佐川には5つの高校がありますが、そういう高校からどんどん同志社に来てもらいたい、そういう願いを込めまして、この公演を催した次第でございます。今日に至りますまでの佐川同志社の皆様方、関番直案の同窓の皆様に大変なご努力と、この催しをご理解ご支援くださいました皆様方、並びにご参加のご一同様の心温まるご協力に対しまして、深くお礼申し上げます。本日のこの一席が、意義があり、実りのある夕べになると同時に、国庁の時期でございますので、皆様方のご健勝とご多幸を記念いたしまして、花々、少し簡単でございますが、ご挨拶いたします。本日は誠にありがとうございました。